古今和歌集、彼女、ジャンプ編です。ホップ編、ステップ編と勉強してきた内容を踏まえて、全文訳していきます。山戸歌は人の心を種として、和歌は人の心を種として、よろずのことのはとぞなれりける。まさに、たくさんの言葉となったものだ。 さこの「まさに」ですが「う、ける」そかかり結びから、えー、引っ張ってきています、えっと。かかり結びというのはですねいくつか意味はありますがこの「 場合だと、脅威となります。脅威は、訳さないという場合もあって、えー、教科書などでもそのように教わるかもしれません。ですが、えー、何の理由もなく言葉が使われるということは本来ないはずなんですね。脅威ということは何かを強調している。そういった意味で、ここでカッコ書きにまさにと入れさせていただいています。世の中にある人ことわざ刺激者なれば、 世の中に生きている人は出来事が多いものなので心に思うことを見るもの聞くものにつけて言い出せるなり心に思うことを見るもの聞くものに託して言い表しているのだとなりますこの聞,聞くものにつけてのつけるなんですが今回は託すというふうに訳すのがいいでしょう そして、言い出す、言って出すっていう言葉のイメージからもわかると思うんですが、口から言葉を出すわけです。なので、言い表す、表現しているとするのがいいですね。では、次に進みます。鼻に泣くうぐいす、水に住むカワズの声を聞けば、鼻で泣くうぐいす、水に住むカエルの声を聞くと、 生きとし生けるものいずれか歌を読まざりける。この世に生きているすべてのものどれが歌を読まないことがあるのか、いや、そんな、はずはない。はい、こうなります。えっとですね、 青い字で書いています。またしても、やはりかかり結びの法則でしたね。えー、っと、かの結びが連体形というので、これでステップ編でお話ししています。今回のこのかかり結びの法則は、反語という役割なんです。反語というのは、もともと書いてある歌を読まざりける、歌を読まないことがあるのか、 に、自分で、え、反論するような形で答えを出しているんです。いいや、そんなはずはない。つまり、ここ、テストによく出ます。生きているものすべて、どれが歌を読まないことがあるのか、そんなはずはないということは、みんな歌を読むんです。どんな生き物も、例えば、ウグイスとか、カエルだって、 このように生きている,だいるものだとしたら、人間も含めてみんなが歌を読むよねっていうことを言っています。じゃあ続きに行きますよ。力をも入れずして、雨土を動かし、力をも入れないで天や地を動かし、目に見えぬ鬼神をも哀れと思わせ、 目に見えない荒々しい神をもしみじみと感動させて。鬼神ですが、鬼や神と分けてしまわない方がいいです。荒々しい神というふうに考えましょう。神様を感動させるということですよね。では、男、女の仲をもわらげ。男女の仲をも打ち解けさせ。 けきもののふの心をもなぐさむるは歌なり。勇猛な武士の心をも穏やかにするのが歌である。さあ、これで以上です。この古今和歌集彼女、書いた人物は木の貫之さんです。 その人が述べる和歌の素晴らしさや和歌とは何であるかという本質についてのこの文章を現代語訳にすることによってより楽しみにできると思います。勉強する上であの皆さん和歌はちょっと苦手だとか何言ってるかわかんないっていう人もいると思うんですよ。でもえっ、ー、と人が何か見て何か感じてその感じたものがもうそのまま口から出てきた言葉だというふうになれば。 それはつまりこの冒頭部分の人の心を種としてそのまんまえ言葉になったものつまりまるで葉っぱが追い茂るようにえっと種から葉っぱが出てくる言葉となって口から出てくるのだということにつながりますよねさあでは最後に音楽して締めくくりたいと思います山和歌は人の心を種として よろずのことのはとぞなれりける。世の中にある人、ことわざ刺激ものなれば、心に思うことを、見るもの、聞くものにつけて、言い出せるなり。花に泣くうぐいす、水にすむかわずの声を聞けば、いきとし生けるもの、いずれか歌を読まざりける。 力をも入れずして雨土を動かし、目に見えぬ鬼神よも哀れと思わせ、男女の仲をも柔らげ、たけきもののふの心をも慰めるは、歌なり。古今和歌集、金女、ジャンプ編、以上です。